学人は徳島県阿南市出身の日本の男性ユーチューバー小学校の頃は剣道をやっており、学校の剣道部では首相として四国4位となった経験もある。そのため地元では名の知れた存在でもあり、中学では野球部への入部を希望したものの剣道部に熱烈に勧誘された。だが野球部の顧問の交渉もあり野球部へ入部。2000年4月。 徳島県立小松島高校に進学。高2春の第73回選抜高等学校野球大会に出場するもベンチ外で出番はなく、チームは大阪代表の何は高等学校にベスト16で2から1で赤杯。2002年6月、第43回徳島県高等学校、総合体育大会公式野球の部、南部ブロック優勝に貢献する。 2014年4月、YouTube チャンネルを開設。2014年秋、職場の上司に誘われ、YouTube での活動を開始。2016年冬、ダルビッシュ優から田中雅宏、大谷翔平と共に行う合同自主トレーニングに誘われ、参加した。ダルビッシュは、YouTuber を自主トレーニングに招いたことについてある、インタビューで触れ、 テレビを使うよりはこの人に一番に知ってほしいなと思ってきてもらいました。と述べている。2017年4月、チャンネル登録ユーザーが10万人を突破し、YouTube から表彰を受ける。2017年6月、野球、ソフトボール活性会委員会イコール級活委員会の玉勝アンバサダーに就任。2017年6月、自身が持つ軟式野球クラブ、 9人数で出場した第40回サンスポ野球大会東日本代表決定戦では4打数3安打1本塁打の活躍で大会関東賞を受賞。2018年 MLB ジャパン特派員として坪井美里とと共にアリゾナへメジャーキャンプの取材に訪れた。同年に自身のチームが高松の宮支配第62回全日本蘭式野球大会出場。 初出場で全国ベスト4。2018年11月には第15回マスターズ甲子園全国大会に出場。和歌山代表日高高等学校中津分校戦で途中出場を果たし、選手として初めて甲子園でプレーする。結果はレフト前ヒットを放ち、勝利に貢献する。2019年6月、選手権監督として、 第42回サンスポ野球大会東日本代表決定戦に4対0で勝利して日本一決定戦に進出日本一に王手をかけた野球の発展のため NPO 法人ベースボールレジェンドファウンデーションに毎年寄付金を納めている南式の世界大会を開催する SWBC ジャパンの一口スポンサーにも協賛している南式野球の世界的な普及のため ベトナム代表チームに軟式英語級を400個寄贈している。スポーツ全般に興味も持っており、野球以外のスポーツにも詳しい。ラップバトルにも詳しく、自身でも戦局 MC バトルに毎年協賛している。本業は東京都内の情報通信系の企業に勤務するウェブディレクター。好きな女優は、矢はりミノルコで、桃色クローバー Z のモノノフでもある。 朝日新聞社が運営する、ウィズニューズや徳島新聞のインタビューにおいて、野球の裾野の拡大に、YouTube を通じて貢献したいという考えを、語っている。プロ野球選手と多数の交流があり、ダルビッシュ有投手をはじめ佐野茂木投手、門倉健投手、小野仁投手、ダース・ローマ主教投手、木村健吾投手、赤川勝則投手、岡本敦志投手などと交流がある。 芸能界、著名人では、トータルテンボス、藤田健右、熊本博士などと、交友関係がある。2019年1月には、楽天藤田和也と、自主トレを行い、守備理論を学ぶ。ありがとうございます。